先月、小学生の軟式野球の県大会で優勝した佐賀市の少年野球チームが九州大会での健闘を誓いました。今日、佐賀市役所を訪れたのは佐賀市の東岡少年野球の選手や監督ら8人です。東岡少年野球は先月、県内のおよそ100チームが出場した軟式野球の大会オールトヨタ杯で、小柄なチームながらも全力野球をチームスローガンに見事優勝を果たしました。まあ、それ優勝です。ピッチャーとして無失点で抑えて、キャッチャーとしては盗塁をされたら全て刺すことです。やっぱ一つずつアウト取って優勝ができたので、それは嬉しかったです。ピッチャーの足を引っ張らないようにちゃんとアウトを一つずつ取って優勝に近づけたいです。九州大会頑張るぞ。九州大会の王貞治杯は今月26日、27日に鹿児島県の平和リース球場で行われます。